く燃えるこの男、新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー小橋250ポンド秋山純、赤コーナー270ポンド小橋健太、レフィー西永修一、小橋打ち鳴らせ、今ゴングだ。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組に行きます、投げてまいります、ストンピングです。行くのか、小気味の良い攻防を展開してまいります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。起こしてまいります、ストバックに突き刺さります、組み合います、フライングメイヤーで倒します、スリーパーホールドに入ります。キャッチした、あっとそのまま倒します。このポーズです。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのを感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。エルボーを入れていきます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、俺を見ればノアがわかる、そう語ってはばからない男秋山純。箱舟の船内で誰よりも働かせてまいりました。この男の冷静なプロレス頭は今宵は一体何を考えてるのでありましょうか。注目したいと思います。そのまま後ろに投げてまいります、バックからスリーパーに入ります。抱えます、逆に投げてまいります、スリーパーに捉えます、ロープに逃れました。ロックアップ、ボディスラムです。スタンディングを取らせます、掴みます、キックで返します、蹴ってまいります、ブレンバスターに取ります、ブレンバスターで切り返します、組み合います、巻き投げで切り返します、キックを打っていきます、腕を回します、逆にバックに回った、コーナーに登る、お、高いところから一気に叩きつけた、ハーフネルソンに取ります、頸動脈を狙います、汗がミストとなって飛び散ります、
腕をフックしま、逆に投げてまいります。腕を回します。ストマックへの攻撃であります。高周波数の音が館内に響きます。ガードします。ロックアップ、ロープに飛ばした。重いチョップであります。スリーパーで締め上げます。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。チョップが待ってまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。抱えます。ブレンバスターで切り返します。蹴りを見舞ってまいります。行くのか、逆に投げてまいります。起こします。うわっ、逆に起き上がった。なんとラリアット。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。腕を回します。逆に投げてまいります。10分経過、相手を挑発してまいります。抱えます。振りほどきます。打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。けさ切りで打ってまいります。腕をフックします。あー、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。起こした。ハーフネルソンスープレックス、引き起こす。小脇に抱えた、リバースで返した。ボールを返します。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで叩きつける。抱き起こす。出すのか、一気にエクスプロイダー。エクスプロイダー、いけるか。あと逆に投げていった。変形のストレッチ系に持っていく。ここでロープブレイク。腕をフックした。キック、もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。引っ込むか。あと耐えた、蹴っていった。エクスプロイダーの体勢、エクスプロイダーが火を吹いた。ピンポイント膝。これは強烈に決まってますね。ガードした。バックに回った。エルボーで返す。抱えた。あと DDT。 バックを取って、ジャーマー後頭部2だ。立たせていく。15分経過、いけるか。15メレットコーナーに振った。バーニングハンマー、ノーテン不在か。湧いてこい、俺の力。
公安が